私の名前は渡辺シャンタルでござる。長崎市立諏訪小学校出身。長崎の観光スポットにいざ参る。リラックスレトロの雰囲気ですね。こんにち侍、お得な情報が聞いてござるか。はい、今長崎県民限定で長崎市内で使える3000円分宿泊クーポンと1000円分飲食お土産クーポンが1500円で買えるんです。これはまさにまるまる得でござる。シャンタル侍、実は夜景が綺麗なおすすめのお部屋があるんです。ご案内いたします。こちらです。連れて行ってござる。こちらでございます。あ、綺麗、広い。ちょっと待って、こんな景色すごい。稲佐山観光ホテルは世界新三大夜景に認定された長崎の夜景を一望できるホテルです。わあ、心が洗濯しましたわ。他にも展望浴場、港側から北部エリアまで180度以上の景色を見渡すことができる自慢の展望台、庭園露天風呂、地元の素材を使った美味しい料理でおもてなしいたしています。実はもう一つおすすめの場所があるんです。行きましょう。よい。どんなところですか？こちらになります。わー、ラグジュアリアス。おすすめのクランベリーレモネードでございます。かわいい。ああ、ご苦労侍。美味しかです。こちらはクランベリーとレモンと炭酸水を混ぜて作っています。いや、なんかレモンの酸っぱいところとクランベリーの甘さがもうすごくバランス的に抜群リフレッシュしますね。で、この景色も間違いありません。